何してんだ。え、あいつをここに入れないまじない。何がまじないだよ。んなもんできもしねえくせに。果たしてそうかな。でもいいのか、こんな狭いバラ屋の最上階って。逃げ場はねえぜ。せめて扉くらい閉めとけよ。瞬間移動に扉は関係ねえだろ。いきなり俺たちの真ん中に出てくるかもしんねえんだぜ。こわ。残念、後ろですよ。残念、足元ですよ。ムシシ。あばらえだけに真下まで行ったな。さっきのまじないって。入り口の床に切り込みが。透明化だろ、お前の魔力。お前が姿を消してから次の場所に現れるまでの間が、なんか気になってたんだよな。瞬間移動で匂いの筋ができるのも変だし、つまりお前は俺たちと同じく歩いて移動してたわけだ。ってことは当然一つしかない扉から部屋に入ってくる。ついでにここなら俺もエリザベスに気を使う必要がない。Thank you.